皆さんこんにちは、末光敦史です。末光敦史のニューアルバム、色彩協奏曲カラーズオブコンチェルトが発売になりました。前編に続き、後編ということで、ネットラジオの方を皆さんにお届けしたいと思います。それでは引き続き、聞き手は岡村篠さんです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、こんにちは。聞いてる方で違うからいろいろ言っておきましょうか。はい、よろしくお願いしま す、って感じですけども、はい、前回はアルバムのこととか、最近どういうふうに曲を書いてるのか、はい、日常的なことも聞いてきたんだけども、この前回の時の最後の方に、はい、やっぱりいろんな音楽を普段ね、まあ、配信で買ったりエコーを買ったり、いろいろこう探したりっていうことをよくしてるっていうけど、はい、買うこと目的じゃなくてもこう CD ショップとかに行くことはあるから、もう楽しいから行くと。でも東京の街の、東京のに行くことが多いし、でも地方に行ったら、まあ、でもレコード屋さんが減っちゃったけど、行くことも多いし、あとはやっぱりネットでもやっぱりそういう音楽の何なんつうのショップみたいな、あのアナログ専門店みたいなところをネットなんかはよく見てる。それだけで楽しいかな、視聴するだけで。まあ、スミツ君ほら大きくて目立つから街の横屋とか行ったらすぐ分かっちゃうでしょ。どうだろう、いやそんなことないじゃないですか。最近だと例えばどういうようなアーティストを見つけたりとか発見するときも発見、特にこれっていうのはないけど、だから僕ね、さっきも言ったけどそのアーティスト名が分かんないんですよね。そっかそっか、ジャケットでしか分かんない。読む方が買うとか視聴していいから買う、そうそうそう、それでアーティスト名なんか見てないから曲目も知らないの。だからこの レコードの4曲目がすごいいいっていうふうにしか覚えてなくて、だから DJ なんかやるときも、あの番の、 5曲目がいいやとか、そういう感じ。本当に楽曲ありきなんだ。ね、そうなんですよね。だからライターに向いてないかも、その人物を。いやいやいや、ライターには向いてなくてもいいと思うけど。そうか、まあでもさっき実はこのね、今ラジオの番組に入る前に最近すごい気に入っているっていうのが気になる人で、スカート、翔さんスカートって知ってるって言ったじゃない、言った。スカートよく知ってるよって言って、いいよねって話してて、このスカートも実はなんかそうやってなんかネットとかで偶然見つけたんでしょ。そう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 、なあすごい曲書くなと思って。末光くんライブの誕生って感じで。いやそんなことないですよ。スカートは澤部渡君っていう東京出身のね、男の子を中心としたバンドであったり、彼一人で弾き語りなんかもやってるんだけど、ね、彼もすごく折り目正しいポップソングをすごく思考してるっていうか、自分でも曲を書いてそういうバカラップみたいなのが好きだったり、今時の新しいポップミュージックもね、でも彼は自分で認めてるんだよね、新しいものはあんまり聴かないんですよねって言って、昔のボックスとかそういういいものを掘り下げてディグしてリイシューされたものを買ったりすることが多いって。そうですね、そうだな。あ、本当、なんかその共通するところがもしあるとすれば、まあ、末光君もそうだけど、やっぱり昔からあるそういうポップミュージックとかクラシックとか伝統みたいなものをしっかりこう受け継いでいこうとするようなね、そういうところだと思うんだけど。なるほどね。僕でも意識的にそうじゃなくて、そういうものが多分好きなんだと思う、なんかやっぱり、ただ単に、好みとして好みとしてポップで分かりやすくて、あのこう胸が踊るようなというか、聴いてるとワクワクするようなものとか、そういうものがすごくシンプルで好きなんだと思いますね。だからこう80年代のポップミュージックとかも好きだよね。歌謡曲も好きだし。そうですね、洋楽の MTV 時代のヒット曲とか、大好きです ね、 ね、そうね、80年代っぽいのが好きって言ったら、最近だとサラウンドもいいとかって、さっきそうすごいいいなと、イルリメンね、すごくいいなと聴いてるっていうから、ああやっぱりなんかその辺って最近だと 80s ブームみたいな感じで、音作りも意識的にシンドラ、シンセドラも使ってちょっとこう、薄っぺらい音をあえて作ってるような。でもね、すごいね、曲がまず曲がみんなすごくいいですよね。サラウンドもいいし、スカートもすごくいいし、ね、でなんかそのアレンジもすごくかっこいいし、できてるよね、その辺がやっぱり根本的なところですごくいいなっていうのが、単純にねもう聞いて、あ、いいなっていう感じを受けますよね。そういうのやっぱり刺激されるわけ、自分、すごく刺激される。なんか自分ももっと書かなきゃ、書きたいなと思う、いますね、でそういうの聞くと、もう割とパーッとピアノの前にいてやっぱり書いたりするわけ。するする、しますよ。
例えば今回のアルバムその色彩協奏曲リリースされたばかりのアルバムですが、はい、こちらでもそうやって何か他のアーティストを聴いて、はい、なんか刺激されて作った曲とかってやっぱあります、うん、なんだろうな、イブっていうゆっこちゃんに書いたやつは、うん、なんか、ね、あのゆっこちゃんに書いた曲ですね。これはなんかあったような気がしたかな、うん、あのすごい漠然としたイメージとしては、うん、山崎まさよしさんの、うん、ワンモアタイム、あの桜井さん、そうそうそう、あれはすごくいい歌じゃないですか、うん、あんなような切ないバラードが書けたらいいなと恐れ多くも思ったことがありまして、すごい、でも僕好きなんですよね、あれもう10年以上前、20年近く前でしょ、うん、でもなんかね、同じフレーズ、同じフレーズというか、そのなんだろうな、あの繰り返してる、ね、そう、リピートすごくするでしょ、うんうん、何度も、うん、なんかあれによってもう気持ちがグワーッて引きずられるというか、もうその切なさが倍増するっていうか、僕そこをすごくあの曲の魅力に感じてて、ああいう風な曲をちょっと書きたいなっていうか、そのまあ同じフレーズのリフレインみたいなものをうまくこう使ってこう歓喜させる、うん、そう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 、感情をねずっとこう、うん、ああなるほど、すごいその聴き方も、ただ単にその山崎まさよしのそのまま「タイムアップ」のお茶さんみたいなあの曲のそのリフレインのところがっていうようなところにちゃんとこう着目してるっていうか、ただいい曲だっていうだけじゃなくて、うん、そういう具体的にそういう同じものを繰り返しによってこうわっとこう感情が高めるようなところに着目するっていうところが精密くんらしいなと。なんかでもやっぱり自分の好きな曲って必ず好きになるポイントがあって、で僕はそれはどこか必ず分かるから、考えればあここに惹かれてるんだっていうのが、でそこを元にして曲をやっぱり書いていったりってことも多々ありますね。割とこうちょっとそこで分析っぽくなるわけだ。うん、だからなんで好きなのか分からないってことはないかな。だか明確にあります、どこは理由がある。なるほど、その理由を見つけて、その、うん、これだっていうのを見つかったときに、それを割とこ うまく使ったう、うん、一つの要素をそれを膨らましたり、自分の中一回入れてねとか。なるほどね。ってことはやっぱりいろいろな曲との出会いとか、いろいろな音楽の出会いによってそのツボみたいなものを見つけて、そうですね、そこを、まあ、自分のこう好みの、まあ、モチルダとして増やしていく中から、うん、今日はこれを使って、そうですね、うん、だからそのモータウン調の曲が多いのも一つのその自分のツボのポイントの一つなんだね。そう、あのリズム感とかね、躍動する感じの、うん、踊れる感じの、そう、うん、すごい好きなんですよね、やっぱり。なんかその自分の好みのポイントが最近こういうのも増えたとか、最近こういうような ところも自分の好みのポイントとして認識されたとか自覚してきた。ポイントということではちょっとないかもしれないけど、例えば松本聡君と一緒にやった時、その彼 その声の感じとか、斉藤由貴さんの声の感じとか、そういう何、自分じゃ、ジャンルではないんだけど、うん、あこの人の声ってすごい好きだって思えるような人と結構出会ったりっていうことは、うん、ありますよね。だから彼らの声を想定して曲を書いたり歌ってもらうこと前提に、ね、ボーカリストのとしての声なんだね、うん、声とか歌い方とかそのニュアンスとか、それは僕歌い上げてすごく上手というよりは、うん、もうこの人が例えばゆきさんが発した声ってもうすぐ斉藤由貴さんだって分かるっていうか、うん、そういう声がとてもすごく魅力的で好きだから、うん、そういう人とこう会いたいとか探したいっていう気持ちは常に持ってます。うん、まあ、その斉藤由貴さんをフィーチャーした、まあ、恋をした、はい、シングルでもリリースされてて、まあ、雪乃嬢さんのね、うん、作詞で末光くんが曲を書き下ろした、まあ、本当に歴史的なっていうかね、末光くん史上すごく重要な重要な曲が今回の曲に入っていますけれども、はい、やっぱりその斉藤由貴さんの声、こうすごくこう、まあ清潔感のある声なんだよね、彼女の声って。すごくね、そう、ほわほわとしてるんだけど、ちゃんと凛とした芯があって、清潔で、純粋でという、まっすぐな感じがすごい、ご本人もそんな感じの方なんです。そうだったよね、去年一回取材でお会いしたよね、そうですよね、階段を。そんな感じでしたよね。本当にこう、チャキチャキな感じで、裏表のなさそうな方でね。そう、すごくはっきりした方で女性だったけれども、うん、そうだ、斉藤さんもね、そんなもうお子さんもいらっしゃるのにも関わらず、はい、全然声の質がね変わってなくて、うん、ライブ一緒にやったんですよ僕ね。そうなんだよね、そう、その時もやっぱり、うん、
もう目の当たりにした感じ、彼女の魅力を。そうですね、その時僕はピアノ、ほとんどピアノしか弾いてなかったから、もうとにかくもう楽しくて、うんうん、いい緊張感でしたね。うん、このね、恋をした恋を書き下ろしの新曲だけど、はい、シングルにはね、悲しみよこんにちは、斎藤さんのリミックスとかね、やっぱりリミックス入ってたりとか、常に作るの斎藤由紀愛がね、感じられる曲だったりもするわけだけど、はい、恋をしたもすごくいい曲になっていて、はい、ね、そしてその松本壮君、はい、曲、声がすごく魅力的だって言ってくれてた、はい、もうこれも世界を変えるピアノが歌うっていう曲となって、今回これはね、うん、あのオーダーした時に、うん、佐野元春さんのヤングブラッツみたいな、ああいう世界観の歌詞を書いてもらえないかなっていうことで、うん、総君にお願いしたんですよね、歌詞をね、うんうん、それでできてきて、でカモメトモローのシングルでは、うん、あの先に出たやつね、あれは僕がこれ歌ってるんだけど、うん、今回はやっぱりその詩をね書いた本人のやっぱりそのが歌うっていうことが僕一番強いと思ってるから、一回ちょっとそれで聴いてみたかったってところもあって、今回歌ってもらいました。なるほどね。そうくんってやっぱそのボーカリストとしてというより本当に曲ソングライターとか、あとまあギタリストとか、本当にバンドの顔のイメージが強いわけだけど、あえてその歌い手としてというか、その作詞家としてのそうくんに注目するっていうのもすごく新鮮で面白いなと思ったんだけどね。でもやっぱ言葉の選び方とか並べ方もやっぱりすごくこう特徴のあるというか、うん、彼ならではの部分があったり、うん、でもボーカリストとしてもすごく魅力的ですよ。そうだよね、うん、やっぱりバンドのフロントとしてあのライブの時にね、こうセンター立った時にやっぱりそのうっとこう引きつけるものがやっぱりあるし、すごく魅力的だなと思います。僕はそれは何だろうね、自分にはないものがある。ああそうですね、うん、やっぱり、うん、あとね、バンドのゴーイングアンダーグラウンドってバンドのその距離感がすごくあのいい感じの、 あのバンドで、うん、いても全然あの4対1にならないんですよね。僕よそ、まあ、よそから来てるわけだけど、うん、なんかこう孤立してそこにいるっていうよりは、なんかこういい距離の中に入れてもらってる感じが、距離が結ばれてる感じ、うん、そう、それがすごく居心地が良かったり、うん、で一緒に活動することが全然あの楽しくて、そう、この世界を変えるピアノが歌うフィジェリング発言と、そう、うん、この曲は、まあ、ゴーイングアンダーグラウンドのメンバーがバッキング。そうですね、あとスマイルっていう最後の曲も、うん、そうだそうだ、バッキングは全部ゴーイングですね、うん、なんかそういう、 こうバンドの中にフィーチャーされてるっていう実感がほとんどない、一緒になって、なんかそう、一緒のバンドじゃないかって一瞬錯覚する感じが、すごくハッピーなことでね。そう、僕が、そんな感じを受けるんだって、あの自分でもびっくりしてます。あんまりよく得意じゃなかったから、そういうの、だから話を聞いてると、そうやってこうよそからのこう刺激っていうかね、うん、自分以外のアーティストとかその出会い、音楽との出会いから曲の特徴を見つけて、てか自分がで、うん、いいなと思うポイントを見つけて、でそこから次に自分の新しい曲に還元していく作業、うん、その聞くとすごくこう、まあ、理性的な行動であり、すごくこうある種数学的というか、ちゃんとこうしっかりこう整理して動いてる感じ、うん、それで作ってる感じがするんだけど、どの程度作ってる中で末光君自身のこう感情っていうか、わーっとこうエモーションに任せて作る部分っていうのは果たしてどの程度あるのか。いや、割とそれが本当ですよ。それに忠実に動いてる感じで、一緒にやりたいからやるにはどうしたらいいかっていうことを考えてこう、うん、進んでいく感じ。歌う時とか歌い出してる時とかもやっぱそういう感情を働く、感情的な、うん、その時はやっぱりもうちょっとこう冷静になって、あ、いや、最初は感情的に全部動いてて、その6曲目のイブなんかも割とバラードで歌い上げちゃったりして、何を勘違いしたかで、そういううわーっと思って聞いてね、それ一旦ボツにしちゃうの。ボツにしました。だからもう本当エンジニアさんには申し訳なかったけど、一回ボツにしてもう一回歌い直したりとか。その手ちょっと聞いてみたいけどね。いやなんかそのユーも確かそうだったから、一回撮ったんだけど、うん、これはひどいっていうことで、やっぱりひどいっていうのは感情を込めすぎちゃった。うん、やっぱりね、あのステージもそうだけど、うわーってなるんだけど、どっかやっぱり冷静なとこがないとダメな部分がやっぱりあって、あの客観的にクラシックの時も僕すごい怒られてた。あののめり込みすぎてピアノ弾くから、もっと冷静なのはいって言って、そのフォルテでもピアノ作る時でも患者のままに動くなみたいな、
その方がいい場合もありそうだけどね。なんかでもね、ちょっとそれが最近分かってきた。なんで冷静じゃない、冷静な部分がどっかにないとダメかなっていうのは。なんかってことは曲を作る段階では感情を込めるけれども、わーっとこうエモーションに動くけど、いざ録音する時とかレコーディング以外のところで例えばライブやる時とかは、ある程度ちょっと冷静な、自分っていうのをしっかりこう持ってないといけないんだなっていうような、ちょっとはあなんていうの、離れていっちゃうというか、その例えばライブであればその観客をガッと掴めればいいんだけど、勝手に自分だけが独りよがりでなっちゃう。そう、彼らが求めてることをじゃなくて、自分だけがどっか遠いところに行っちゃう可能性もあって、それはそれでいいのかもしれないけど、僕はあんまりそれを求めてなくてっていうところがあるから、なんか思いましたね。やっぱりそこら辺はこう一つチャンネルの切り替え。そうだから冷静になって、あ、明日が好きは俺が歌わない方がいいな本当はピアノ弾き語りで歌うイメージだったんだけど、これはまずいなと、でこれはちょっと知り合いの女の子を ね宝塚目指してる女の子で、そうなんだ、これこう、この彼女こそもう本当清潔、ミス清潔みたいなこんなに制服を折り目正しく着て、背筋がピシッとしてて挨拶もできる中学生がいたんだって感じ。世の中見てて、今の JK、女子高生なんか見ててもね、そういう感じじゃないじゃないですか。全然ちゃんとしつけられてるんだね。すごいね。その、まあ、中学生の、蛭沢萌衣ちゃんって、名前出しても大丈夫なんですね。その蛭沢さんの、まあ、歌、14歳なんだよね、そうの歌をフィーチャーした明日が好き、これはキャンディーキャンディーのエンディングテーマとして、もう金がね、千津くんが好きな曲としてあげてた曲なんだけどもこれを、まあ、私もギョッと思ってね、タイトルだけ見て、すぐついに歌ったかみたいな。42になってね、怖いよ私を待っているとかね言われて、いいなと思ったんだけど、まあ、清潔な女子中学生が歌うことになりましたと、なんかでも、マイナーバーでもそうだったけど、この自分以外の人に歌ってもらう、しかもそのこの明日が好きに関しては本当にまあ無名のね、本当に普通の、まあ、でも資質がすごくいい女性、女の子に歌ってもらったり、そういう子供たちに歌ってもらったりとか、っていうように、自分以外の、しかもそんなに有名じゃない人に歌ってもらうっていうことを、割とスミツ君好きそうなんだけど、そう好きですね、子供とかね、子供ね、たぶん今回の子供ね、だけどあれ子供に歌ってもらう、そういうまだまだ無名の中学生高校生の女の子に歌ってもらう、なんかどうしてこの醍醐味があるの、その完成形の音楽に僕がイメージするものに近づきさえすればいいって感じですかね。あんまりその誰それを入れたことによってっていうことよりは、その方がかえって曲そのものの良さが引き立つっていうのもあるよね。そうですね、ボーカリストの強い個性に持っていかれないっていう、でもやっぱこれ歌おうってやっぱり中学生ぐらいでしょ、明日が好き、そうね、これとかトゥモローとかアニーのね、知らないでしょ。そう、これ明日が好きとアニーのトゥモローがメドレーになって、まあ、組曲になっている。そう、両方ともテーマが明日だ、明日っていうね、でどちらもこうアニメとかそういう子供向けのね、そういうこう、まあ、エンターテインメントの代表曲っていうのも共通点なんだ。なんかね、やっぱこう辛い境遇だからこそ希望を明日にこう見出してるわけでしょ、両方とも。なんかそういうのがね、昔から僕はやっぱ好きだったみたいですね。すごいな、スネミツ君42歳にしてすごくこう清廉潔白な感じで、危ない発言が大丈夫かな。いや本当スネミツ君って、まあ、40代迎えましたって言ってくれたけども、ね、ずっとそういうのを感じさせないこうなんかピュアですっていうのが常にあるよね。そうですか。音楽に求めるものっていうのは実際の生活は知りませんよ、私は知りません。音楽に求めるものがすごいそういうピュアですっていうか、そういう清潔なもの、清潔なものっていうのでありたいっていうような気持ちがね、やっぱりそういうものの方が胸を打つかな、やっぱり。でも今回もそういうのはすごく伝わってくるアルバムになってるような印象です。そうですか、はい、でもね、すごくいい意味でそのわがままに好きな曲を作って好きな人たちと一緒にやってるっていうような、そういう伸び伸びした感じが伝わってきていいな、そうですね。でもただ一つやっぱりそのアルバムとして出すときに考えたのは、その好きなことを好き勝手にやっているんだけれども、
ちゃんとポップソングとして成立する形っていうことはたまにはみ出してしまいそうになる時があって、うん、はみ出せたらそれで別にいいんだけど、うん、でも今回は割とこう一曲一曲そういう感じで作ってます、うん、なるほど、うん、さあそんな必ず踊り込んでると、はい、11月13日に発表になったばっかり、ね、なったばっかりです。はい、でジャケットが今回はね、そのレスリーそうそうそうレスリーキーに撮影をしてもらったという、そうこれがねまたあもうウェブサイトの方にしてるね紹介されてるので、そういいジャケットですね。話題になってますか？分かりません。しましょう。じゃあただこの、まあ、僕顔を出したのがこう初めてだから、こんなにこっち見てたりとか。そうですね、まあ、なのでこうベスト版なんかだったら共同とかだったりね。そうですね、あれベストじゃないけど、ベストじゃない、赤が黒版白版でもどっちかって僕写真があまり得意じゃなかったから、そんなに顔出しだもんね、見てこう笑ってるのみたいな初チャレンジですよ、やっぱり。ミニチュアのピアノがね、カラーな、カラフル。これね、最初はレスリーからね、生のピアノ、グランドピアノをね、こうやって色塗って、うん、7台集めてほしいって言われたので、一生懸命スタッフの 人にお願いして、本物ですよ、本物を、廃棄のピアノとかをね一緒になって探して出てきたんだけど、やっぱりそのクレーンで釣ったりなんかするスタジオがやっぱりどうしても難しくて、でこれは結局ジャパネット高田でバラしちゃっていいんだ。いいの、ダメなの、いいよ別に。そういうねピアノの音が出るようにミニチュアがすごく成功にできたものが、それをこう綺麗に一個ずつ色を美術さんが塗って、これ本物なんですよね。じゃあ本当にお着物になってもそう音が出るんですよ、これ、これどこ、この部品はどこ行っちゃったの？あるあるある、全部自分レコードレーベルメーカーにある。あ、なんか使えそうだねこれからも ね、また今度ねどっかで皆さんに見てもらったりね、可愛らしいピンクとか黄色とかに囲まれたガリバーっていうテーマ、なるほど、なんかそういうの言ってたような気がする。確かに、大きくなっちゃったんじゃなくって、そういう意味作るとおすんでこの小さいですよっていう感じなんだけどもそんなタイトルもこれね、レスリーがその時にちょっとアイデアをくれて、カラーズオブコン、カラーズオブシンフォニーっていうテーマでいいじゃないって言ってたんですよ。でもシンフォニーだとピアノが出てこない、オーケストラだから、ね、だから競争曲にすればねピアコンがあるから、ああそれはいいなと思って、これでこういうタイトルにしたんですよね。へー、そうやってもジャケットとかアートワークやってくれる方とともにまたそういうイメージも決定付けられていくっていう、はい、作られたアルバムということなんですね。はい、楽しかった。もう面白い作りになってます、はい、いろんな人が出入りしてるけど根幹は全くぶれてない、そんなスペースポップセンスがもう爆発したわけなのでね、はい、ぜひ聞いていただきたいですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん長い間、お付き合いいただきましてありがとうございました、ということで、清水敦史のニューアルバム、色彩協奏曲が今絶賛発売中です。ぜひ皆さん聞いてみてください。視聴の方は YouTube のリンクからでも聞いていただけますので、ぜひ皆さん聞いて楽しんでいただきたいと思います。それでは、清水敦史のネットラジオでした。